よし、今日も練習頑張るぞ。みんな早く世界に行こう。ちょっとさっき声が大きい、周りに聞こえるでしょ。あとさっきも言ったけど、今日はまだ周りに人が多いから、あっちに行くのはもう少ししてからね。さき、あのライブ以来本当に張り切ってるね。前座だったけど、みんなで演奏した初ライブだもんね。後半はお客さんもすごく盛り上がってくれたし。本当にすっごく楽しかったよね。またあんなライブやりたいな。でも無理しちゃダメだよ。もちろんちゃんと気をつけてるよ。みんなともっとたくさん練習したいから。みんなでプロになるって決めたからかな。今は遊んだり休んだりするより、練習でシンセ触ってる時が一番楽しいんだ。サキがこんなこと言うなんてちょっと意外だな。ね、正直一番最初にもう休みたい、もっと遊びたいって言い出すと思ってた。そんなこと言わないよ。そりゃちょっと疲れたなとか遊びたいなって思う時はあるけど、でも頑張って上手くなったらいつかみんなと一緒にプロになれるんだって思うとすっごくワクワクするんだ。さきちゃんらしいね。じゃあせっかくやる気出てるみたいだし、基礎練のレベル上げようかな。何か文句でもある？もっと練習して早く上達したいんでしょ？それはそうだけど。ま、安心しなよ。サキが上達してる分、それに合ったレベルにするだけだから。それって私が上手くなってるってこと？やった、しほちゃん大好き。ちょっとさっきくっつかないで、動きづらい。だってだって、しほちゃんが褒めてくれて嬉しいんだもん。まったく。あ、そうだ、しほちゃんお昼休みの時、今日の練習の前に話をしたいって言ってたよね。ああ、うん。話って何の話？そうだね、人がいなくなるまでまだ時間があるし、今話そうか。何何？気になる。これからのレオニードの活動方針についてみんなと具体的に話しておきたくて。活動方針。おお、っていうことはレオニードのみんなでプロになろう大作戦の記念すべき第1回目のミーティングだね。さきちゃん、いつの間にそんな名前つけてたの？もちろん今だよ。それでそれで活動方針って？ちょっと長くなりそうだから、どっかの空き教室で話そうか。まずこれから私たちがプロになるために何が必要なのか話していこうと思う。まずはプロになる方法についてなんだけど、ルートがいくつかあって。あれがあるよね、オーディション。
1位になったらメジャーデビューっていう番組見たことあるよ。うん、オーディションを受けるのも一つのルート。あとはライブハウスで腕を磨いて動員数を増やしていくっていう方法もある。そっか、活動して人気が出ていけば事務所とかにもスカウトしてもらえるんだよね。そういうこと。正しくは事務所じゃなくてレコード会社だけどね。オーディションを受けるか、ライブハウスで有名になっていくか。大きくはそんな感じだけど、他にも方法はあるから、そこまで縛られる必要はないかな。最近は動画サイトに曲をアップして、そこから人気に火がつくパターンも多いしね。ふむふむ、さすがしほちゃん、詳しいね。ただ、どのルートを進むにしても、私たちの演奏技術はまだプロになれるレベルに達してない。だからまずは自分たちの技術を磨くこと、経験を積んでいくことが大事になってくる。経験を積んでいく。やっぱりライブに出るのが大事ってことかな。うん、そう。この間のライブで分かったと思うけど、練習だけできても本当に上手くなったとは言えない。たくさんの人の前で演奏して聞いてもらって、自分たちの演奏でみんながどんな反応をしてくれるかを見て初めて気づけることも多いと思う。そうだね。あの時初めて大きな会場のちゃんとしたステージに立ったけど、最初は怖くて声が出なかったな。でも志保に思いを伝えなきゃって必死になってたら、不思議と歌えるようになったんだっけ。私も絶対志保ちゃんと一緒にやるんだって思ったら、緊張する気持ちも吹き飛んじゃった。そうだね、あの時はちゃんと勇気を出して演奏できた気がするな。そっか。本当はお客さんの反応をちゃんと見て演奏してって言いたいところだけど、ありがとね。ライブで経験を何回も重ねていくと、それだけでいい演奏ができるようになっていくと思う。技術的にもだけど、気持ちの部分も鍛えられていくからね。うん、上手くなってまたたくさんの人に演奏を聴いてもらいたいな。私も。緊張するけど楽しかったし、成長できるならもっとたくさん出たいな。うん、だから今はまずライブに出ることだけを考えたい。ライブか、テンション上がるね。今から楽しみだね。でもライブに出るにはどうすればいいのかな。会場選びとかもしないといけないよね。それなら心配いらない。バイト先の店長とオーナーに相談したら、うちのライブイベントに出てもいいって言ってもらえたから。さすがしほちゃん、ありがとう。時期は1ヶ月後くらいって話してる。ちょっと急だけど大丈夫？1ヶ月後か。うん、私は大丈夫。演奏する曲は何にしよう。こないだスタンドアウトのライブで演奏した曲はどうかな。あれならみんなうまく合わせられるんじゃない？うん、私もそう考えてた。でも次に出るライブは持ち時間が15分くらいあるから、あと2曲くらいは仕上げておきたいかな。
もできるんだ。じゃあ他の2曲も何にするか決めないとだね。そうだね。今まで練習してきた曲とやってみたい曲をいくつか持ち寄って案を出しながら考えようか。うん、ミクが歌ってる曲で何曲か歌いたいなと思ってた曲があるから探しておくよ。でもいつかはレオニードのオリジナル曲もライブで演奏してみたいな。オリジナル曲？でもプロとしてデビューを目指すならレオニードとしてのオリジナル曲が必要だからね。そこも考えていかないと。あ、しほちゃんも言ってたよね、オリジナル曲が必要だって。私も作りたいな。そうだね、自分たちの曲でライブができたらすごく楽しそう。うんうん、前もいっちゃんの歌詞に合わせて簡単な曲を作ってみたけど、ライブで演奏するならもっとちゃんと作りたいな。まあいつかね。いつかでいいの？ライブで歌えるレベルの曲を作るのはかなり難しいからね。作るならやり方を考えなきゃ。うん？でもしほちゃんがいるなら大丈夫じゃない？バンド歴だって長いし。無理、私はできてアレンジくらい。うん？そうなの？昔曲を作ろうと思ってた時期もあるけど、やっぱり難しかった。どうしてもイメージするような曲にならなくて。そうなんだ。しほちゃんでも難しいっていうことは本当に大変なんだね。でもプロを目指すからにはちゃんとバンドで曲を作りたいとは思ってるよ。だから演奏の練習しながら少しずつ挑戦してみてもいいかもね。練習しながらか。あ、それなら。ん？次の練習からみんなでフレーズを一つずつ考えて持ち寄るのはどうかな。フレーズをって、短いメロディーとかコードを考えてくるってこと？そう、いきなり曲を作るのは難しいかもしれないけど、フレーズを一つ考えるならできるかもって。面白そうだけどちゃんと作れるかな。そういうのやったことないしね。でも私も挑戦してみたいな。うん、やろうよ。やってみたら意外とできちゃうかもしれないし。そうだね、できそうなところから始めてみるのはいいと思う。じゃあ明日からその流れで行こう。やったー、みんな頑張ろうね。さきったら嬉しそう。周りの人も少なくなってきたし、ミクちゃんたちのところに行かない？そうだね、活動方針のことも話したし。うん、それじゃ行こう行こう。ライブにオリジナル曲か。すっごくワクワクしてきた。よーし、頑張るぞー。